デジタルコンパクトカセット。デジタルコンパクトカセット DCC はフィリップスと松下電気産業、現パナソニックが共同で開発し、1991年に発表したオーディオ企画である。アナログコンパクトカセット、C カセット、カセットテープと同サイズのテープに PASC 形式 MPEG-1 にオーディオ画像 -1 で圧縮された。 デジタルデータを固定ヘッド方式で記録する。PSC により CD などの音源を約1、4の容量に圧縮できる。サンプリング周波数は 48kHz、44.1kHz、32kHz に対応していて、デジタルコピーは SCMS 方式を採用している。なお、だと、R だと、回転ヘッド規格制定時に、 固定ヘッドを用いる SDAT と呼ばれる規格が策定されていた。SDAT は商品化されず、また DCC は SDAT そのものではない。DCC は SDAT から見てヘッドを簡略化され圧縮音声が採用されている別の規格である。音質面ではサンプリング後のビットレートが低いときは無圧縮で記録する仕組みになっていたり圧縮時も 人間の長官に合わせたチューニングが施されていたので、長官上は優れていた。カセットテープとの互換性を重視して開発されており、DCC 機器ではカセットテープがそのまま再生可能である。フィリップスは、ドク、バスフ、BASF 社に DCC テープの開発を依頼、DCC 専用に開発された二酸化クロムを採用して発売した。 フィリップスが二酸化クロムを採用した理由は、メタルテープ用のメタルパウダーを作る会社がヨーロッパにはないこと、またミュージックテープを作成する場合に熱転写が容易であるからである。DCC テープの製造会社はドクバスフ社のみである。日本では日本のテープメーカーのドクバスフ社の OEM で発売されただけある。そのためコバルトヒギ型酸化鉄の DCC テープは、 存在しない。日本のテープメーカーも DCC テープの開発をしていたが、市場が縮小した結果、開発を中止した。国産テープメーカーは、コバルトヒギ型酸化鉄で設計を進めていたが、開発段階で中止となったため市場に出回ることは、なかった。DCC 用の自製庫は、SVHS 並みの超微粒子を使用しなければ、必要な C。 N 日が確保できなかったため、オーディオ用の大きな自性庫は使えない。バスフの二酸化クロムの粒子サイズもかなり微細である。どちらも長軸はサブミクロンの領域である。日本国内で DCC テープを発売したのはパナソニック、松下電気産業、TDK、日立マクセル、アトのマクセル、アジーヤ、富士フィルム、日本ビクター、アトのビクターアドバンストメディア、 2015年12月末をもって法人解散、輸入品としてフィリップスも発売された。DCC ソフトについては、ビクター系列を中心に1992年から1994年にかけて各社から発売されていた。ソニーを中心に人気作品が順次発売されていた MD ソフトと比べ、 DCC ソフトはタイトルが少なくソフトの発売が停滞していた。DCC は1992年にラン・フィリップス社と日本の松下電気産業、現、パナソニックが共同で開発した。一方で日本のソニーも MD を同年に開発している。二つの人営の三社は、ほぼ同一の市場に向けた二つの異なる企画による製品群を送り出すことで、 自らが敗者となることを恐れた。三者は、可能ならば両規格が共存することを望み、最悪でもいずれか片方が、絶対的な敗者となる危険性を避けるために、当初から三者によって二つの規格を共同ライセンス、していた。MD と DCC のいずれが普及するかにかかわらず、フィリップス、松下、ソニーは共同ライセンスすることで、莫大なライセンス料の支払いという意味での敗者になる。 ことを避けた。これにより、両陣営は、市場で競争を演じることもなく、DCC 陣営だった松下とフィリップスの2社が、市場が選んだ MD を、すんなりと採用したことで、DCC は消えていった。1992年9月、第1号機である、パナソニック RSDC10、標準価格13万5千円、税別とフィリップス DCC900。 標準価格115,000万5千円、税別が発売された。いずれも、比較的大型の水置き型カセットデッキである。1992年11月、ソニーが、MT レコーダーの第1号機、MZ-1、標準価格79,800万円、税別を発売。こちらは、重量 520g のポータブル型である。また、 すでに登場から5年が経過していたダットは、値下がりが進んでおり、1991年5月発売のパイオニア、現、オンキオパイオニア D-50 の標準価格は8万0千円、税別。1992年10月発売のソニー DTC-59ES の標準価格は9万0千円、税別だった。このように、すでに発売当初から価格、 大きさの両面で明らかに競争力が不足していた。MD がディスク形式ならではの使い勝手をアピールしたのに対し、DCC は以下の理由から MD は愚か同じテープメディアのダットにも劣っており、最後まで一般に普及することはなかった。さらに1997年には開発元の一つであったパナソニックも MD に参入。 2000年までにすべての参入メーカーがハードウェア機器の生産を終えた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。